はじめまして、朝倉未来です。今回からね、YouTube に動画を投稿していくことが決まりました。いやー、楽しみですね、YouTuber。 前々からね、やろうと思ってたんですけど、少し迷いとかがあって、なかなか始めるまでに時間がかかっちゃったんですけど、有名になりたくないっていうのがあってYouTube をやるのに矛盾してるんですけど、まあ先々のことをこう考えたりすると、プライベートの時間がなくなったり、まあ少し辛いのかななんて思ってたんですけど、まあ僕は格闘技をやってまして、試合がテレビで放送されたり、まあそれこそ YouTube に動画がアップされたりしてて、最近すごくね、その声をかけられることが多くなってきたんで、まあ、どうせ知られていくなら、まあ、やりたいことをやろうじゃないかと思い決めました。格闘技の素晴らしさを広めたいと思ってますし、格闘技に関する動画ももちろん上げていきます。で、それ以外にもやっていきたいなといろいろ思ってるんで、こんなことやってほしいだとか要望があったり、企画のアイデアがあったらコメントをしていただけると嬉しいですね。はい。で、まあ今日は初めの挨拶なんで、このとこで終わりにしようと思ったんですけど、 Twitter でファンから来た質問に少し答えてみようかなと思います。やっぱツイッターとかは文字制限ありますし、まあそもそも俺が文字にするのがめんどくさくて、いつも短くなっちゃってるんで、ちょっと丁寧にね、答えれたらなと思います。質問がね、3000件ぐらい来てるんで、ちょっと抜粋してランダムに、4つか5つぐらいね、答えれたらいいかなと思います。じゃあまず、1つ目。今一番欲しいものは何？この質問結構たくさん来てて、答えてなかったんですけど、実際ね、あんまり欲しいものがないんですよね。いい車、いい時計、欲しいっちゃ欲しいんだけど、自分の金で買おうとは思わない。車に関しては今東京に住んでるので、あんまり必要ないかなとも思うし、まああんまり欲しいものはないんですよね、基本的に。ですけど、何が欲しいかなって言ったら、やっぱりお金ですかね。まあこれは今欲しいものとかじゃなく、もうずっと欲しいものなんですけど、まあ、なんでお金が欲しいかっていうと、僕は昔から型にはめられたり縛られたりするのが好きじゃなくて、好きじゃないというかもう嫌いで、自分の好きなようにやっていきたいっていう考え方だったんですよね。自由ってお金で買えるというか、例えば世の中の人って結構お金に動かされてる人が多いと思うんですよね。お金がないから仕事をしないといけないっていうのはもうお金に動かされてる、自由ではないと思うんですよ。好きでもない仕事をやらないといけないっていう場合はね。だから逆に好きな仕事をやっていて、その仕事をやっていたらお金がついてくるっていうパターンは、まあ、全然意味が違ってくると思うんですけど、僕も今東京でご縁があって好きな格闘技を教えたりする仕事につけてるので、とても幸せなことではあるんですけど、僕の欲している自由っていうのは、明日ハワイ行こうよみたいな、じゃあ行こうかみたいな、そんなのがまかり通る自由を求めてますね。なんで自由になるためにお金が欲しいと、そんな感じですかね。じゃあ次の質問いきましょうか。大事にしている言葉は何ですか？大事にしている言葉か、まあ結構たくさんありますけどね。ありきたりかもしれないんですけど、挑戦ですかね。挑戦、まあ、人生は挑戦の連続だと思っていて、まあやる前からね、無理だなって思うことはたくさんあるんですけど、特に今はね、こんな時代なんで、
ネットとかでも、まあ、すぐに批判されたりだとかね、個性を大事にしろとか言う割にはやっぱり目立つ人を妬んだり批判したりする傾向があるのかなとか思ってて、まあでもそんな中でもやっぱやってるやつの方がすごいし、周り気にせず格好つけてるやつの方がやっぱかっこいいと思いますね俺は。で、何も挑戦しないで、これは無理でしょとかできないよみたいな決めて挑戦しないのもいいんだけど、個人の自由なんでね。だそうすると時間だけが過ぎていって、なんか中身のない人生になっちゃうのかなっていうふうに思いますね。でまあ自分自身もね、今までいろいろ挑戦してきてよかったなって思うことは多かったし、やっぱりなんか本気でやってるとね、周りの人が助けてくれたりするんですよね。だからその最初に無理だろうなとか思ってたこととは違う動きが出てきたりしますね。まあそれとあと宣言することが大事かなと、挑戦するときにはね。やっぱりでかいこと言ったら達成するために努力するしかないし、あとには引けないんで、恥ずかしいでしょ、やるって言ったのになんだすぐ諦めたのみたいな。まあだから逆に僕の場合はね、自分に甘いし長続きしないんで、あえて自分を追い込むためにも言っちゃってるんですけど、そういう風にするのもありなのかなという風に思いますね。次に行きましょうか。好きな体勢は何ですか？結構困るな。座ってる時かな、でも。うん、今、now。次の質問。不謹慎な質問で恐縮ですが、朝倉選手はもし刃物を持った通り魔などが人を襲っている場面に遭遇したり、またその犯人が自分に向かってきた場合戦いますか？これは、迷いなく戦いますね。はい。これはね、多分格闘技やってる人は大体助けたりすると思いますけどね。なんかそもそも格闘技やってない人が、まあ、ナイフ持って殺意を持って対面してたらあんまり恐怖心はないですね、正直。僕らはまあ全身狂気みたいなもんなんで、結構、まあ、後ろからね急に刺されたりとかしたらまあやられちゃうと思うんですけど、全然助けに行きますね、やっぱり。うん、これは迷いなく。次。練習中、試合中に考えていることをそれぞれ教えてください。参考にしたいです。まあ僕はね、基本的にずっと考えてますね。試合に関して言えば、その試合前からすごく相手の研究分析をするんですけど、試合中も結構考えながら戦いますかね。例えば僕がジャブを出した時にこうストレート合わせる癖があったとするじゃないですか。したらまたジャブを出したらストレート合わせられちゃうんで、次はジャブを出すふりしてクロスカウンターを入れるだとかね。なんかやっぱりどっかで主導権を握る場所を作らないとずっと相手優位に進んじゃうし、まあなんか改善しないとね、やられちゃいますよね、やっぱり。試合中はそういう感じでなんか考えながら動きますし、練習中に関しても強い人の、あと自分に足りないものを持ってる人の観察をして真似したりだとか、直接聞きに行ったりだとかしますね。僕がやってる総格闘技って打撃はもちろんなんですけど、寝技とか組み技もあったりして、すごくやることがたくさん多いので、キルって総格闘技を始めて1年とかいう人でもやっぱ僕よりすごい技を持ってることもあるんですよね。僕は自分からね教えてって聞きに行きますね。で、ミクル選手のこれから叶えていきたい夢は何ですか？まあ結構格闘技は本当に毎回試合に上がるときは命をかけてるっていうか、まあ死んでもいいやぐらいの気持ちで上がってるんで、まあ格闘技ももう少し頑張っていきたいし、他にやりたいこともねたくさん
あるので、まあ、ブレずに挑戦していきたいなと思いますね。うん。まあ、好きなことをして生きていくっていうのが、夢であり、人生のテーマかな。まあ、今回は、こんなところで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価ボタン、よろしくお願いします。まあ、SNS とかでもね、宣伝してくれたら嬉しいですね。はい。ありがとうございました。